久保さん、今回は受信する方法、受信受信する方法とかにしておきましょうか。まあこれはまあすごくシンプルで、思わなければ受信できないってことですね。 まあこれはよく、億万長者合宿のやり取りでもちょっと出したりとかするんですけど、あの稲森和夫さんの生き方という本の一節の中に、まあ、松下幸之助さんの経営セミナーみたいな話が出てて、まあ、そこでその参加してる人がね、いや松下さん、あのー、松下さんの言うことはね、いいこと言ってるんだけども、もっと具体的に売り上げを上げる方法を教えてくれみたいなことを投げかけて、質問投げかけたら、松下さんが、いやー、わからんなと。わ、ね、からんけど、売り上げを上げようと思わなければ、 飽きまへんなーみたいな。で、会場中失笑するっていうね。な、何を言ってんだみたいな。で、その時に稲森和夫さんは受信して、あ電流が走ったみたいな、稲妻が走ったみたいなの書いてるんですけど、確かに思わなければ何も始まらないと。これは真理だと。本質だ、みたいな。 で受信したんですけどもまあこれ分かりづらいので簡単に言うとあの好きな人女性が異性ができなければその人を受診することはないですよねその人が何に興味あるのかとかその人のことの情報ですよねうんだから通りすがりの人って受診しないじゃないですかそう思わないから、うん、特にその通勤ラッシュとかで忙しい時に受診しないですよね自分でいっぱいいっぱいですよね ああ、遅刻するみたいな話で <laughs>。でも、まあ、仮に、その、通勤時間、通勤してる時になんかめっちゃ可愛い子がいて、なんかあの人と付き合いたいなと思ったら、ずっとチラチラ見ますよね。多分、そ、そこから受信が始まっていくと思うんですけど。で、あとはまあ、久保さんが昔東京まで、六本木まで来てましたけども、六本木まで行きたいと思わなければ、あの、お金ないけど来ないですよね。お金ないから。<laughs> お金なくても行きたいと思えば、あの、なんか、お金作るんですよ。<laughs> そう。だからよくね、お金がないから入れませんみたいな、ありますけど、僕はたくさん商品売ってきてるんでわかるんですけど、本当に入りたい人はお金なくてもお金作ってきますからね。うん。だって、その、なんすか、目的地もそうで、本当に行きたければ、お金なくても行けるんですよ。だって、ヒッチャイクとかもあるし。 だから昔ね、僕ね、これ動画あるんですけど、ヒッチハイクしている高校生かに声かけられまして、すいません、すいません、大阪まで乗っけてくれませんか、みたいな。で、なんかその高校生はそ高校の卒業記念でヒッチハイクであの旅をしていて、いかに早く目的地まで行けるかみたいな、なんか二人二人でグループで対決してたらしいんですけど、で、まあその子たちが勝ったっぽいですけどね。 でもね、すごくいい思い出でしたね。ヒッチアイクされる側になったっていう、なって、実際にね、あのー、その子の、その子たちの話を車中でね、5時間ぐらいですか、一緒に、あのー、話聞いて、4時間だったかな、大阪まで。まあ、ちょうど広島の、あのー、福島だった福島インターだったかな多分広島だと思うんですけど、福島インターだったかなそこで多分乗っけたんですよ。そう。でもお金ないんですよ。お金なくても行けるわけですよ。 最悪あ、最悪ではないですけど、ヒッチャイクみたいなのものやろうと思えばいけるわけじゃないですか。うん。その子、お金ないんですよ。<laughs> でもいけるっていうね。まあそういう手段もあるわけじゃないですか。で、ね、まあ、バスっていう、夜行バスっていう手段もあるだろうし、LCC っていう安い飛行機の手段もあるだろうし、ファーストクラスっていう手段もあるかもわかんないし、ね。タクシーっていう手段もあるかもしれないし、別に手段はいっぱいあるわけで、本当に強ければ、 うんそのためそれを達成するための情報はあの受信します僕も成功したいなと思って成功するためにどうすればいいのかって思って読まなかった本を読むようになりましたからねそれもなんでかっていうとあの今までは受信できなかったけど本当に成功したいなと思ったからこそ 本を買って読むようになりましたでも思ってなかったら多分本買ってあんな活字読まないですよい、うん、ってらっしゃい